関東自動車那須塩原営業所は、栃木県那須塩原市下中野にある関東自動車のバス営業所。当営業所は、東野鉄道黒磯営業所として、栃木県黒磯町に設置され、1969年に東野交通へ、社名変更。1970年に黒磯町が黒磯市へ、市政施行。その後東野交通大田原営業所を、統合。 2005年10月に黒磯市が周辺の塩原町及び西那須野町と新設合併し那須塩原市発足2018年10月1日の東野交通と関東自動車の経営統合により東野交通黒磯営業所に関する路線及び車両、施設を継承し関東自動車東野黒磯営業所に改組発足2019年10月に現在地へ 移転解消した。東営業所の直接的なルーツではないが、昭和初期に関東自動車黒磯営業所及び関東自動車西那須の営業所も、一時期存在していた。1944年の陸上交通事業、調整法により、関東自動車は栃木県北エリアの路線バス運行を東の鉄道へ譲り同地区からは撤退した。所属車両のナンバープレートは、 当初は、土地そして、土地にで、1999年以降は、宇都宮、2016年10月10日より、ご当地ナンバーの、那須で登録されている。黒磯駅前の旧案内所県営業所事務所、大田原町新富町の旧東毛自動車のバス、営業所跡地に、開設、1966年に、三原の地に移転した。末期の住所表示は、 栃木県大田原市先行一丁目6-23で路線車両と貸切車両が配置されていた。黒磯営業所に統合後の跡地は売却され商業施設となった。同所業の路線バスを理解し場として、正方数百メートルの場所に旅行部、大田原営業所と同居した天候場が設置された。東の交通黒磯営業所末期の事務所はバス案内所を兼ねて、 黒磯駅前にあったが、黒磯駅前再開発工事のためで2018年2月末で閉鎖され、西基調車庫内に仮事務所を設置していた。車庫や整備場は黒磯駅周辺に分散しており、乗務員は転校後に徒歩や自家用車で車庫へ出向き出庫した。大田原営業所を統合した黒磯営業所は、広範囲に路線を持っていたが、車両配置は、 黒磯駅近くにある、西木町車庫と大田原市黒羽向かい町に所在する、黒羽車庫のみのため、黒磯駅前那須塩原駅、黒磯駅前黒羽車庫、黒磯駅前西那須の駅、黒磯駅前引く黒田原駅、伊央野などを改装していた。特定輸送は、那須塩原駅、那須ガーデンアウトレットの無料シャトルバス及び、市立の焼板中央高等学校のスクール輸送で、 各2台の専用車を用意した。2017年7月31日現在、乗り合い車両27台、高速用5台、特定車両4台、貸切車両1台が配置されていた。2018年10月1日の東の交通と、関東自動車の経営統合により発足。所在地は、那須塩原市西基町37-92で、旧東の交通黒磯営業所西基町車庫の、 仮設事務所を引き継いだ。利用者用窓口として、那須塩原市、本町の黒磯駅前バス待機場の一角に、黒磯駅選定危険販売所を設置。2019年10月に、車庫や整備場などの営業所機能は、現在地に移転統合したが、黒磯駅選定危険販売所は引き続き設置し、2020年9月1日より、新築された那須塩原市図書館ミルルへ移転した。 1932年7月、関東自動車は、宇都宮運輸事務所長の援助により、西那須の駅構内バス営業の独占を図り、既存営業会社等の買収に乗り出す。高速車は、那須ロープウェイ広告ラッピングをまとう。ありがとうございます。